江尻北江門は、江戸時代中期、日向延岡藩の武士。なお延勝地と称した。はじめ山形大官、後に、軍部業に就任し、延岡藩があろう。藤江剣物に取り立てられ、岩熊遺跡の工事に力を尽くした。後年は、物頭各250国の上司に昇進した。父は、江戸詰延岡藩士の江尻徳之助。 父親から、幼少時より三日を習う一方、父親と共に、伊庭県内のもとへ通った。高度な三日破りの理術、推理や土木技術に長じていたため、はじめは、山城奉行に、ついで軍武行に取り立てられた。剣持の死後、藩内では、岩く遺跡工事中止の意見が大勢を占めていた。不代大名であった牧野家は、江戸においても江戸城の西の丸五門警備。 徳川吉宗の日光東将軍参拝の警護など、認知での経費がかさみ、藩の財政は逼迫していた。このため過録を事実上減俸された、藩士が多く、遺跡工事にかかる負担増大に対して公然と、反対論が沸き起こるようになった。遺跡工事の責任者となった、軍部業、江尻北衛門は、藩内の反対論者に対して、すでに辞に至る。まさに辞人して、 罪を舎すべし。しかれども今にしてしせば、誰か、我が心差しをつがん。死は安く、生はがたし。しかず、がたけを先にして、安きを後にせんと述べ、反対論で渦巻いている反論を解き伏せ、藤江剣持国師で打ちひしがれている農民たちを、特例して回った。できた観音道松田 P9 九白 p 百九十二2白 p 八十九宮崎日日新聞社ピアニッシュも、 76から77田尻左辺、増意所見伝造法番上特使増意年表 P54、白 P89 松田 P10 松田 P9、宮崎日日新聞社、P100 万熊遺跡。ありがとうございます。